ロイトリンゲンはドイツ連邦共和国の都市。バーデン・ビュルテンベルク州の中ビンゲン行政管区に属し、ロイトリンゲン軍の軍庁所在地。人口は約11万2000人。ビュルテンベルク地方において、シュトットガルト、ハイルブロン、ウルムに続く第四の都市である。シュバーベン地方に位置する都市。かつては繊維産業が盛んであったが、徐々に サービス産業へと比重が移っている。近隣の都市としては、約35キロ北のシュトットガルト、55キロ東のウルム、45キロ南のジグマ林間ンン、10キロ西の中林ン,ンなどが挙げられる。中世、ボーデン湖に通じるライン街道のネッカー川支流のし場にあった帝国都市。地名の初出は1089年、1090年のルータ林ン,ン。 リチロという人名に、ゲルマン民族移動末期に集落を形成し、指導者の名前をつけて集団名とした、設備人群 EN に由来する。12世紀後半、1182年頃、王領地に、市場開設権を認められ、都市として成立し、1209年オットー4世により、さらなる都市特権を授かった。その後のフリードリヒ2世の地下においては、地域が拡大し、 1235年以後は帝国城各アハルムと合併し、1250年には資料にキビタスと記された。円形の紙壁内の面積は28ヘクタール強で、周囲に衛星都市が3個あった。13世紀半ばから14世紀にかけて建設され、現在、市の観光名所ともなっている聖母教会は、1539年以後、教区教会の役割を果たした。 セリオ院は1200年より前に、ラテン語学校は1276年より前に、フランシスコ会修道院は1259年以降に置かれたと思われる。13世紀半ばから市長に相当する役職名と師匠が現れる。14世紀半ばには、資産次会へのツーフトの代表の参加が認められている。1400年頃の人口は約4000人で、繊維産業、ワイン生産、 商業が市の産業の中心であった。1376年には、ウルム・コンスタンツを中心とする都市同盟に参加した。1519年宗教改革を導入。1726年火災により、広範囲に破壊された。1803年ビュルテンベルクに帰属。この頃の面積は44平方キロメートル、人口約1万500人。 19世紀半ば、鉄道敷設が進むと、急速に工業化が進んでいった。1951年、1952年に、バーデンビュルテンベルクに帰属。ロイドリンガームッチェルというパンは、この地で飲み作られているもので、八角の星型をしており、編み込みの輪と真ん中の突起が特徴。ありがとうございます。